西武鉄道池袋駅です。期間限定で運行されている渡辺直美トレイン、今日はこの中でご本人が登場してハロウィンイベントが開かれます。まもなく渡辺直美トレイン入線します。電車が入ってきました。先頭には西武ハロウィンと書かれています。車両にはかぼちゃ、魔女、うさぎに変身した渡辺直美さんの顔が大きく描かれています。渡辺直美さんが登場しました。かぼちゃをイメージしたドレス、ジャックオーランタンも胸元にいます。さすが、何を着ても様になりますよね。西武池袋駅を出発しました。これから1日限りのオリジナルパフォーマンス、直美のトリックオアトリートが始まります。どうも皆さん、こんにちは。どうもどうも、ハッピーハロウィンということで、せーの、イエーイ。さあ、それでは直美さん、皆さんにお菓子をお配りスタートです。はい、渡辺直美さん、まずは9号車からです。そうなんですよ。そしてですね、頭には、電車のヘッドライトがついております。そしてぜひ皆さん間近でお楽しみください。こんにちは。どうぞ。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。お菓子食べてください。お客さんとコミュニケーションを取りながら、一人一人のお客さんにお菓子を手渡しています。握手をして、直接お話をして、皆さんとっても楽しんでいます。こんにちは。いただければと思います。入れればいい。私もお菓子いただいてしまいました。ありがとうございます。何でも似合います。ありがとうございます。お菓子いただきました。ありがとうございます。さあ、それでは電車スタート終了となります。大きな拍手をお願いいたします。以上、ナオミのトリックオアトリートでした。ありがとうございます。振り革の使い方が上手。折り返しとなる石神井公園駅に着きました。次は皆さん手にサイリウムを持って、直美のハロウィンパーティーが始まります。パーティーではなくてパーリーなのが直美さんらしいですね。電車の手すりをポールに見立ててのダンスパフォーマンスです。ダンスに皆さん大喜びです。ぜひご乗車くださいね。今回は練馬が終着駅です。直美さんが西武鉄道の山本管区長と一緒に改札を出てきました。練馬駅の中央改札口を出たところには巨大オブジェが展示されています。電車の先頭に直美さんの顔がドーンとついています。このオブジェの前で大勢の取材陣に囲まれてインタビューに答えます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日のイベントはいかがでしたか？いや、すごいなんか不思議なイベントでしたね。この電車の中で音楽爆音の中でお客さんとこう喋るっていうのはなかなか普通の電車ではありえない光景だったので、すごい貴重な体験をさせてもらいました。お
客さんの乗りはいかがでしたか？乗りはね、引くぐらい高かったですね。私が引いちゃいましたもん。もうみんなうわーみたいなので、私もそれでテンションが上がりました。このオブジェご覧になっていかがですか？はい、ちょこちょこね、インスタの方ではみんなタグ付けしてくれてて、写真では見てたんですけども、生で見たら本当に怖いですよね。でまつげがね、ちゃんとこの細かくやられてて、眉毛の感じとかも、だからすごい嬉しいです、こう生で見ると。でもこれ怖いですよね。どうなんですか、子供とか泣くレベルですよね。どうなん、怖いって言ってました。言ってました。言ってたんかい。そっか、じゃあそうですね、もうちょっとなんか抑え気味でもよかったかなと思いますけど、でもこれがインパクトありますから、たくさんの方に知ってもらえる機会になったんじゃないかなと思いますね。直美さんお年頃なので、綺麗な顔とか可愛い顔で作ってほしかったとか、そういうのないですか？でもね、私的には可愛い方だなと思ってるんですけど、どうですか？だって超似てません？でもね、みんな結構こう自由に触れるから、いろんな写真撮ってて、私はえっと思ったのは、なんか若い大学生がここに手突っ込んでこうやって寄っかかってる写真撮ってて、それちょっとショック受けましたね。自分の鼻がちょっと痛くなるぐらいの強さで引っ張ってたので。でもこれを使って皆さんに写真撮ってもらえたら、まあ嬉しいですね。可愛い可愛くないよりは。ファッションのポイントはやっぱりかぼちゃ感を出したいなと思いまして、丸みのあるドレスを作りました。で、足のね、一応この西武鉄道ということで、線路を白いタイツに描きまして、でこれ実際手書きで描いてもらったんですよ。でなぜか見えないところの股間のところに、コウモリが2匹飛んでますから、これ見せる機会ないよねっていうところに、でこれぐらいの大きさなんですけど、私が履いたらこれぐらいの大きさになってたんだ。それでちょっとお見せできないのが残念ですけども、細かいところまでこだわっていますね、ハロウィン仕様に。ちょっとイヤリングも、はい、イヤリングもここに釣り革がちゃんとついてるんですね。西武さん用に作りました。でここが電車の電気の前の電気の部分とか、いろいろね散りばめられてるので、そういうところも見ていただけたら嬉しいなと思います。なかなかないことだと思うんですよ。しかも足の顔面の電車ですから、ぜひとも皆さん写真をご家族だったりとか、カップルだったりとか、友達だったりとかと一緒に撮って、思い出に、ハロウィンの思い出に遊びに来てみてください。このオブジェの目力すごいですよね。すごいインパクトです。実際の渡辺直美さんもとってもパワフルな方でした。電車の中という空間でお客さんたちもとても楽しそうでしたよ。渡辺直美さんからパワーをもらって、思い出に残るハロウィンになったのではないでしょうか。